BYD、メキシコ工場計画を米大統領選後まで保有にすることを否定。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくり魔理沙だぜ。中国の EV メーカー、BYD が、世界中で、暴走する勢いで拡大してるんだぜ。2019年からわずか数年で、販売台数は300万台を突破。アメリカや、ヨーロッパが警戒する中、メキシコやブラジルにまで手を伸ばしてるんだ。アメリカの関税戦略なんかもあって、今や EV 市場は中国の天下。アメリカの市場シェアはたったの 7.6%、一方で中国は 35.7%。しかも、BYD はヨーロッパにも脅威を与えてるって話だし、トランプやバイデンも対応に苦慮してる。今後の選挙次第ではさらに状況が悪化する可能性もある。中国が世界の EV 市場を牛耳る日が、すぐそこまで迫ってるかもしれない。気づかないうちに、私たちの足元は中国に侵食されてるかも。リアル本当にあった怖い話にならなければいいけどね。てなわけで今回は、BYD の300万台突破と EV 市場の恐怖、メキシコ工場計画を米大統領選後まで保有にすることを否定し世界征服を狙うゆっくり解説を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。BYD がメキシコ工場の建設計画を一時停止するとかしないとか、そんな、噂が出てたんだけどな。結局その話は否定されてるみたいなんだ。ふーん、なんだ結局やらないのかって思ったけど、否定してるんだね。でもなんでそんな噂が広がったのかな？それはな、メキシコでの工場立地が注目されてたからだぜ。BYD は急速に世界展開を続けてるから、メキシコ市場向けの車両生産を考えてるんだ。具体的にはメキシコシティの半径200キロ以内で、生産拠点を探してるらしい。今年後半にその場所を決める予定だそうだ。それってメキシコに進出するってことだよね？でも、どうしてそんなにメキシコにこだわってるんだろう？いい質問だな。理由は輸送コストの問題なんだよ。もし、米国国境に近いところで生産しちゃうと、メキシコの消費者に車を届けるのにかかる輸送費が高くなっちゃうから、あえてそうしないんだってさ。なるほどね。アメリカで売るわけじゃないから、わざわざ国境の近くじゃなくてもいいってことね。でもアメリカは、中国の自動車メーカーが急成長してるのを、あまりよく思ってないみたいだけど、メキシコはどうなの？そこが面白いところだよな。アメリカが中国の自動車メーカーに対して懸念を示している。一方で、メキシコ政府は BYD の計画に対して好意的らしい。お国柄が出るよな。へえ、メキシコはむしろ歓迎ムードなんだね。どのモデルを作るかはまだ決まってないみたいだけど、どんな車がメキシコで人気になりそうなの？メキシコで去年売れたバッテリー式電気自動車は、わずか 11,766 台だったんだ。だから、BYD のシーガルやドルフィン、それにアットさんみたいな。手頃な価格のモデルは、この数字を大きく引き上げる可能性があるってことだな。しかも、BYD はプラグインハイブリッド車 PHEV も出していて、これも人気が出るかもしれないって話だぜ。そうか、ハイブリッドもありか。でも、電気自動車って高いイメージがあるんだけど、手頃な価格ってどのくらいのものなの？例えば、最新のプラグインハイブリッド車。新プラス DMI は、なんと79,800元、日本円で約150万円相当なんだ。これなら、メキシコでも結構売れる可能性が高いと思うぜ。そんなに安いの？それなら確かに、普及するかもしれないね。ヤフーファイナンスのインタビューで、BYD の李氏がアメリカ市場に参入するつもりはないって明言してたんだ。しかも、他の自動車メーカーみたいにメキシコで製造した車をアメリカに輸入する予定もないってさ。え、そうなの？でもさ、もしアメリカに入るなら、メキシコの工場から輸出するのが手っ取り早い気がするけど？その通りだな。もし BYD がアメリカ市場を狙ってるなら、テスラがやってるみたいに米国国境の近くに工場を作るのが理にかなってるんだけど、そういう予定はないらしいぜ。李氏が、アメリカは興味深い市場だけど、非常に複雑だ。って言ってたんだよな。ふーん、アメリカ市場が、複雑っていうのは具体的にどういうこと？なんか裏がありそうじゃない？その理由の一つは、中国企業に対する政治的な反発がどんどん強まってるってことなんだ。さらに、アメリカでの EV の普及が思ったよりも伸び悩んでるらしい。ああ、なるほど。アメリカって中国製品に対してどんどん厳しくなってるし。しかも EV がそんなに売れてないなら、リスクが大きいかもしれないね。その上、中国からアメリカへの自動車輸入には 27.5% の関税がかかってるんだ。これで中国の自動車メーカーはほとんどアメリカ市場から締め出されてる状態だぜ。27.5%。そりゃあ無理だわ。普通に競争できないもんね。
じゃあ、やっぱり BYD はアメリカをあんまり狙ってないってことか。いや、それがだな、そう単純な話でもないんだよ。BYD のメキシコでの急成長や工場建設計画があるせいで、西側の競合企業は警戒してるんだ。なぜかっていうと、BYD がメキシコに拠点を作ることで、高い関税を避けて、アメリカに輸出する抜け道を探ってるんじゃないかっていう見方があるんだよ。なるほどね。メキシコからアメリカに入るなら関税はないのかな？そういう裏技的な戦略もありそうだね。さて、今のところは憶測に過ぎないんだけど、BYD がメキシコに工場を作る。目的は、あくまでメキシコ国内市場向けだって利子がしっかり指定してるんだ。メキシコシティから200マイル以内に工場を建てる予定で、正式発表は今年後半にあるらしいぜ。へぇ、メキシコ国内だけに特化するんだね。でも、アメリカ市場を無視するってのはちょっと、意外じゃない？メキシコ北部の州とか、国境に近い場所ならアメリカにすぐ輸出できそうなのに。そこなんだよ、利子は。メキシコ北部の州なんて全く検討してない。ってはっきり言ってるんだ。BYD の戦略はあくまで地元市場にフォーカスしてるってことらしい。国境近くに拠点を置いてアメリカ市場を狙う企業とは一線を画してるわけだ。でもさ、西側の自動車メーカーは中国企業がアメリカに進出してくることをかなり警戒してるみたいだね。そうだな。特にテスラのイーロン・マスクは、中国の自動車メーカーがもし貿易障壁なしで、参入してきたら、ほとんどの自動車会社をぶっ壊す勢いだって言ってたんだ。かなりの脅威として見てるみたいだぜ。え、マジで？それって相当な自信だよね。価格面でそんなに違うの？そうなんだ。ステランティスの CEO、カルロス・タバレスも言ってたんだけど、中国企業は、ガソリン車と同じくらいの価格で電気自動車を売れる唯一のメーカーなんだって。それが今のところ最大の脅威になってるらしいよ。1970年代や1990年代に日本や韓国の自動車メーカーがアメリカ市場に入ってきた時と似た状況っていう話だな。なるほど。つまり中国は今の電気自動車戦争の最前線にいるってことね。それで西側がビクビクしてるわけだ。でも、そんなに安い電気自動車がバンバン出てきたら、もうガソリン車の時代も終わりが近いっていう人も出てきそう。RBC キャピタルマーケッツの主任アナリスト、トム・ナラヤンによると、BYD のコスト優位性はステランティスと比べて約 40% もあるらしいんだ。40% も？それってかなりの差だよね。何がそんなに違うの？それは BYD が事業を垂直統合してるからなんだよ。リー氏によれば、BYD の車に使われてる部品やコンポーネントの約 75% は自社で製造してるんだ。それでコスト削減ができてる上に、スケジュールのコントロールも自在にできるってわけだな。へぇ、ほとんど自前で作ってるんだ。これなら他のメーカーよりも安く作れるわけだね。ナラヤン氏も、脅威は小さくないって言ってたし、中国の OEM メーカーは非常に魅力的な製品を持ってるって評価してるんだ。さらに、アメリカ製造業連盟の報告書では、BYD みたいな中国企業がメキシコに投資することで、アメリカの既存の政策を回避して裏口から市場に入ろうとしてるって警告してるんだよ。裏口からねー。まるでゲームのバグ技を使ってるみたいだわ。でもさ、やっぱりアメリカの政府も黙って見てるわけじゃないでしょ？もちろんだ。議会やホワイトハウスも中国の投資をしっかり監視してるし、最近はジャネット・イエレン財務長官が、メキシコに行って、北米での外国投資の監視を強化する方法について話し合ってたらしいぜ。それでも中国企業は攻めてくるんだね。BYD って、最初はバッテリーメーカーだったんでしょ？それがどうしてこんなに急成長したのかしら？そうなんだよ。1995年に携帯電話とか民生用電子機器のバッテリーを作ってた会社だったんだけど、2019年から、急速に成長して、出荷台数が50万台から2023年には300万台以上にまで増える見込みなんだ。たった数年でそれだけ成長するなんて、やっぱり中国は侮れないわね。でも、その成長がアメリカや他の国にどんな影響を与えるかは、まだまだ予測がつかないって感じか。さて、BYD が急成長した背景には、中国政府の補助金や減税がかなり大きな役割を果たしてるんだぜ。やっぱり、国がバックアップしてるってわけね。でも、アメリカも黙って見てるわけじゃないでしょ？バイデン政権も EV 普及のためにいろいろやってるって聞いたけど。その通りだ。バイデン大統領は、気候とエネルギー法って政策を打ち出して、EV の普及を後押ししてるんだよ。この法律で数千億円規模のインセンティブが確保されて、EV 部品の製造をアメリカ国内に戻そうとしてるんだ。数千億円ってすごい額だね。それで具体的にどういう成果が出てるの？もっと詳しく言うと、2022年にバイデンが署名した、インフレ抑制法 IRA が鍵だな。
これでクリーンエネルギー向けに約57兆円の連邦資金が確保されたんだ。バンクオブアメリカの調査によると、その後、自動車メーカーや、サプライヤーが EV に投資した額は約9兆円を超えてるってわけ。約57兆円。想像を超える金額だわ。でも、それって本当に効果があるの？ただの金のばらまきで終わらない？いや、それがちゃんと結果につながってるんだよ。新しいクリーンエネルギープロジェクトのおかげで、国内回帰と外国直接投資によって、8万6000件以上の雇用が生まれて、EV 関連の雇用は 27% も増加してるんだ。これって、ガソリン車やディーゼル車の雇用の17倍以上の伸び率なんだぜ。へえ、そこまで雇用が増えるなんて思わなかったわ。確かに、ただの補助金じゃないんだね。でも、他のメーカーもこういう波に乗ってるの？まさにその通り。RBC キャピタルマーケッツのアナリスト、トム・ナラヤン氏も。自動車業界と消費者への約150兆円規模のシフトが起きてる。って言ってた。各メーカーがこのチャンスに飛びついて、新たな動きを見せてるんだ。具体的にどんな動きがあるの？例えば、ヒュンダイはジョージア州に2つの巨大な工場を建設して電気自動車を作るために数千億円を投じてるし、BMW はサウスカロライナ州の工場を電気自動車生産用に改造するため2400億円も投資してる。それに、近くにバッテリー工場も作るためにさらに約1000億円を投資するんだ。そんなに大規模な投資をしてるのか。これは本気だね。他にもあるの？もちろんだ。今年初めにトヨタはノースカロライナ州のバッテリー工場への投資を8600億円近くに増額したんだよ。これがその州の史上最大の単一経済開発プロジェクトになったんだってさ。ふーん、アメリカのメーカーも負けてないってことか。中国に対抗するために必死になってるのがよくわかるわね。でも、まだ EV 戦争は始まったばかりって感じだね。コロンビアビジネススクールの気候経済学者、ゲルノット・ワグナー氏が言ってたんだけど、10年の滑走路があり、早期に学習することでコストを削減し、学習曲線を登る期待があった。でさ、それが進んで、今やクリーンな電力で走る暴走列車みたいになってるって言ってたぜ。なんか壮大な話になってきたね。EV 業界は、まさに急成長中って感じだわ。でも、それってアメリカが中国依存を減らすための政策が効いてるんでしょ？そうだな。特に、電気自動車の税額控除がこの投資を加速させる大きな原動力になってるんだ。IRA では、EV に対する税額控除を受けるにはいくつかの条件があって、バッテリー部品の価値の半分が北米で生産または組み立てられていないといけないんだよ。それって結構厳しい条件じゃない？他にもなんか条件あるの？ああ、さらに約55万円の控除を受けるには、重要な鉱物の価値の、40% もアメリカや自由貿易相手国から調達する必要があるんだ。2024年以降は、中国みたいな非同盟国が製造したバッテリー部品を使うことは、明確に禁止されてるんだぜ。なるほど、つまり中国からの部品がどんどん締め出されるわけだ。これじゃ、中国企業はますますアメリカ市場に入りにくくなるね。その通りだな。現状では、テスラのモデル3やモデル Y みたいな約12種類の EV モデルが、この税額控除の認定対象になってる。でも、メーカーにとっては1台あたり最大約100万円のクレジットが得られる可能性があるから、サプライチェーンを再編しようって動きが進んでるんだ。それだけのクレジットがあるなら、メーカーも必死になるよね。フィスカーみたいな新興企業も、この連邦税額控除の敷地に文句を言ってたみたいだけど、やっぱり大手だけが有利になっちゃうのかな？そうかもな。でも、長期的に見れば、どのメーカーもこの条件に適応しないと、いけないから、結局は競争が激しくなるんじゃないかって思うぜ。確かに、EV 業界もまだまだこれからが本番って感じだね。その当時はフィスカーの CEO、ヘンリック・フィスカーが EV に関する規制が厳しすぎるって疑問を呈してたんだ。北米を優遇する厳しい調達製造ガイドラインが、消費者の選択肢を狭めて、EV の普及を遅らせる。って警告してたんだぜ。それって確かに一理あるわね。選択肢が減ると、消費者も不便に感じるだろうし、結局、消費者にとっては選べる車が少なくなっちゃうんじゃない？でもな、フィスカー氏も現実を見据えていて、結局はアメリカで製造することが重要だって認めてるんだよ。その時は製品ビジョンデーで、アメリカで作る新しい電気ピックアップトラックや、SUV を発表して、IRA の優遇措置で価格が下がることも宣伝してたんだ。結局はアメリカで作るしかないってことね。じゃないと、優遇措置を逃しちゃうもんね。でも結局、フィスカーは悲惨な末路になってるけどね。そうだな。フィスカー氏も、優遇措置を活用したいから、アメリカで生産する必要がある。って認めてるし、いくつかの選択肢を検討してたらしいが、
結果はお察しだったな。それにしても、優遇措置がなければ、EV の価格ってまだまだ高いよね。クレジットがどれだけ効果的なんだろう？そこがポイントなんだ。RBC のナラヤン氏によると、IRA で電池セルやモジュールに対する、クレジットが増えたことで、製造業者にとって有利な状況が作られてるんだ。例えば、シボレーエクイノックスはクレジット前の価格で430万円だけど、クレジットを適用すれば、一般人でも約300万円で同じ利益率で買えるってさ。え、そんなに値段が下がるの？それなら消費者にとってもかなりお得になるね。でも、GM みたいな大手だけが得をするって感じじゃない？まあ、大手が有利なのは否定できないな。GM はオハイオ州に新しくバッテリー工場を作ったし、そのおかげで100万円の EV クレジットと、バッテリーに対して5000円のクレジットも手に入れてる。これで、工場一つあたりの3700億円の資本支出をほぼ相殺できるんだってさ。なるほど、クレジットで大きな投資もカバーできるんだ。やっぱり、北米で製造することがこれからのトレンドになるのかもね。バンクオブアメリカの調査によれば、IRA インフレ抑制法から、生まれた投資の半分近くが EV とバッテリーに投入されたんだ。そのおかげで、年間バッテリー生産能力は100万個以上に拡大したらしいぜ。100万個も？それだけ生産できれば、EV 普及が加速しそうね。でも、税額控除の影響って、もう見えてきてるの？まだ時期尚早だって言われてるけど、ゼロエミッション車の販売は確実に増えてるんだ。第2四半期には、30万台近くの新しい EV がアメリカで売れて、新記録を樹立したらしい。前年同期と比べて 48.4% の増加だぜ。それはすごい数字だね。確かに、EV へのシフトが加速してるって感じだわ。でも、その背景にはやっぱり政府の支援があるのか。そうなんだよ。モーニングスターのアナリスト、デビッド・ウィストン氏も。納税者の資金が大量に投入されてる。って指摘してる。例えば、テスラがモデル Y を最初に 20% も値下げした。時点ですでにその影響が出てるし、その後も値下げが続いてるんだ。値下げのおかげで、もっと多くの人が EV を選ぶようになったってことね。内燃機関の車を買うつもりだった人たちも。電気自動車に乗り換えてモデル Y を買うぞ。ってなるわけか。モデル Y がアメリカの EV 市場を牽引してるってことだね。その通りだ。だけど、アメリカはまだ完全電化への移行で中国や欧州に大きく遅れを取ってるんだよ。ケリーブルーブックのデータによると、アメリカの電気自動車の新車販売は全体のわずか 7.6% に過ぎないんだ。え、7.6%？ それじゃ中国とは全然違うわね。中国では電気自動車の普及率が 35.7% に達してるって聞いたわ。減速してるとはいえ、その差はすごいわね。そうなんだ。アメリカはまだまだこれからって感じだけど、IRA みたいな政策が、今後の普及にどれだけ影響を与えるか、注目しておくべきだな。ナラヤン氏によると、中国ではもう EV、つまり完全電動車が主流になってるんだってさ。でも、アメリカではその普及が鈍化してて、欧州ほどの勢いもないんだって。アメリカの中国からの脅威はあまり心配してないが、むしろ欧州の方が心配だ。と言ってたな。ふーん、意外とアメリカは中国をそこまで警戒してないんだね。やっぱり欧州の方が EV 競争が激しいのか。でも、BYD は米国よりも他の国に力を入れてるってこと？そうなんだ。李氏も言ってたけど、BYD は米国外での市場シェア拡大に注力してるんだ。ハンガリーやタイ、ウズベキスタンに新工場を建てる計画も発表してるし、昨年販売した300万台のうち、24万3千台はすでに海外に輸出されてるんだよ。特にオーストラリア、ブラジル、イスラエルが大きな市場になってるみたいだぜ。300万台のうち24万台以上が輸出か。それだけでもすごいけど、国内市場がそんなに競争激しいんだね。李氏が言う、中国市場で勝てるなら他国でも勝てる。っていう自信は、そういう背景があるからなんだろうね。その通りだな。中国市場は最も競争が激しいと言われてるから、そこで勝ち残った。BYD は他の国でも成功できるはずって自信を持ってるんだ。しかも、メキシコだけじゃなくて、ブラジルにも進出していて、すでに、ドルフィンがブラジルで一番売れてる EV になってるらしい。ブラジルでもそんなに売れてるのか。安かろう悪かろうねー。ところで、冒頭話してた大統領選がメキシコの工場建設に影響してるの？そうなんだよ。ある情報筋が。今後4年間で誰が大統領になるかを見極めたいから、国境の南に工場を建設する前に慎重になってる。って言ってたんだ。でも、BYD はこの話を完全に否定してるんだぜ。また噂か。でも、メキシコではもう中国製のモデルを売ってるんでしょ？なんで工場建設を急がないんだろう。
それが、BYD のチームはメキシコ国内で3つの拠点を検討してたんだよ。その中には、カリフォルニアのシリコンバレーに例えられるグアダラハラ近郊も含まれてるんだ。ただ、選定プロセスが今は一時停止されてて、将来的に再開するか中止するかはまだわからないって話なんだ。なるほど、まだ完全に中止されたわけじゃないんだね。でも、最初の報道では延期したって言われてたのに、ステラリー氏が。決定は延期していない。って否定してるのは、なんか裏がありそうね。まあ、企業側の発表と噂話が交錯してる感じだな。いずれにせよ、BYD はメキシコ市場をしっかり狙ってることには変わりないってことだ。今年初めに BYD が言ってたんだけど、メキシコで作られた車は地元でしか販売しないって主張してたんだよな。だから、次のアメリカ大統領がトランプだろうが、カマラ・ハリスだろうが、関係ないはずなんだ。じゃあ、アメリカに輸出しないってことで、政治の影響は受けないってわけか。でも、共和党も民主党も、中国製の EV がアメリカに入ってくるのは経済的にも安全保障的にも気が進まないみたいね。そうなんだ。バイデン政権もすでに、中国から輸入される EV に高額な関税をかける方針を発表してるんだ。メキシコで車を作ってアメリカに持ち込むみたいな抜け道も封じようとしてるって話だぜ。それなら、BYD がメキシコで作る車をアメリカに輸出する道はほぼ閉ざされてるって感じね。ところで、関税はもう実施されてるの？実は、それがちょっと遅れてるんだ。バイデン政権は中国からの EV や電池、半導体、太陽電池への新たな関税を発表してたんだけど、最終決定が延期されてるんだよ。もともと8月1日に関税を引き上げる予定だったけど、8月31日に延期されて、さらに最近また延期されたってわけさ。え、また延期？なんでそんなに先延ばししてるんだろう？これにはホワイトハウスのジェイク・サリバン国家安全保障担当大統領補佐官が、北京を訪問して、中国の高官たちと会談したことが関係してるらしい。サリバン氏は習近平とも会談したみたいで、米中関係を管理する必要があるって両国で話し合われたんだとか。なるほど、政治的な駆け引きがあるわけね。でも、中国製 EV への関税が高くなると、アメリカにとっても輸入品が高くなって困るんじゃない？その通りだ。だから、関税をどのタイミングでどうやって実施するか、アメリカ政府も慎重になってるんだろうな。米中関係も絡んでくるから、簡単にはいかない話だぜ。ふーん、関税一つでこんなに影響があるなんて、EV の世界も複雑だわね。最近、米国通商代表部 USTR が中国の技術移転や知的財産に関する問題を調査してるんだよ。それで金曜日に広報担当者が、今後数日以内に最終決定を発表する予定だって言ってたんだ。へえ、ついに最終決定が出るのか。じゃあ、関税がどうなるかがそろそろわかるってことだね。でも、関税って緩和される可能性もあるの？そこはまだ不明だな。ただ、この決定はバイデン政権にとって、特にカマラ・ハリスが大統領候補に、承認されてからの中で最も重要なものの一つになるだろうって言われてるんだ。なるほど、かなり大事な判断になるんだね。でも、例えばどんな関税が問題になってるの？フォードなんかは、バッテリーのアノードに使われるグラファイトに、対する 25% の関税を緩和してほしいって訴えてるんだよ。理由は、まだまだ中国のサプライヤーに依存しすぎてるからだってさ。そうか、EV のバッテリーってやっぱり中国に頼らざるを得ない部分が多いんだね。アメリカだけじゃ無理ってことか。その通りだな。さらに、この関税の変更はタイミング的にカナダが中国製 EV に 100% の追加税を課すって発表した直後なんだ。10月1日からカナダも動き始めるみたいだぜ。え、カナダも？ 100% って相当厳しいね。でも、なんでそんなに中国製 EV に厳しくしてるの？カナダ政府は長期の調査で、中国製 EV が、不公平で非市場的な政策と観光で利益を得てるって結論を出したんだ。中には、意図的な国家主導の過剰生産能力政策も含まれてるってさ。つまり、中国が国を挙げて EV を大量に作ってるのが問題ってことね。どこも中国に対して厳しい姿勢をとってるわけだ。トランプ元大統領は、メキシコがナフタに加盟しているにもかかわらず、メキシコから輸入される自動車に関税を課すことを検討してるって言ってたんだ。え、ナフタに加盟してるのに関税を？それじゃ、自由貿易の意味がなくなっちゃうじゃない。でも、もし将来的に関税が撤廃されたら、メキシコからアメリカに、車を輸出できるようになる可能性もあるんじゃない？そうだな。たとえ10年、20年後の話でも、政策が変わればメキシコからの輸出が可能になるかもしれないって見通しは、BYD がメキシコに工場を作る計画に少なからず影響してるだろうな。なるほど、BYD もその可能性を見越して動いてるんだね。
でも、テスラもすでにメキシコで工場を建設するって約束してるよね。ああ、テスラは2024年半ばにメキシコ工場を完成させる予定だったんだけど、少なくともあと2年は完成しない見込みなんだ。イーロン・マスクが2023年の春にプロジェクトを発表した時よりも、かなり遅れてるみたいだぜ。そんなに遅れてるの？でも、なんでそんなにペースが遅くなってるのかな？マスク氏は、昨年10月の投資家向けの電話会議で、メキシコ工場に全力で、取り組む前に、世界経済がどうなるかを見極めたいって言ってたんだ。つまり、世界経済の状況次第では、計画が遅れるのも仕方ないってわけだな。なるほど、やっぱり世界経済の動きが大きく影響してるのか。EV 業界って本当に不確実な要素が多いわね。皆さんはこの BYD、メキシコ工場計画を米大統領選後まで保有にすることを否定についてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。